67チャンネル始まりました。今日は京都亀岡にありますロココさんのお庭にお邪魔しております。よろしくお願いします。お願いします。これ今玄関ね、はい、開けてすぐ、はい、もうでもいろいろ置いてますね。いろいろ、こんなワンポイントでも可愛らしいですよね。ロココさん作の下手くそなの。あ、これはどうやって作ってるんですか？なんかあの皆さんと一緒に教室でやったので私上手に説明できないんですけど、これを爪楊枝で描くのが大変だね。あ、これ手書き？爪楊枝でこれが一番大変でした。いや、だからスペル間違ってるかもしれない、ね、これはフランス語？そうスマホ見ながら、まあはい、ウェルカムボード。そうですね、そうですね、はい、うん、その手読めないです、ね、下にあるやつもロココ、はい、これは、はい、プレゼントですね。埼玉の、はい、コツコツガーデンさん、うん、はい、もうすごいこんな立派なの送ってくださって、すごい、はい、ロココガーデン。そうですね、はい、うん、もう梱包大変やったと思いますよ。彼すごい匂い持ってますから、はい、遊びに来てくれって、はい、プレゼントくれました。さて、国家階段登るんですけど、はい、この辺もね、はい、これもお友達の、はい、ロココガーデンって書いてありますけど、そうです、はい、もう私はこのブルーが好きで、あ、いいですね。もう、はい、小松さんのがね、小松ブルーって呼んでるんですけど、うんうん、私小松さんのブルーの鉢が好き で、オープンガーデンになったら出すんです。これ出すとよし今年も頑張ろう。なるほど気合入れるボール でもなんかシンプルでなデザインでね、はい、ね、綺麗ですよ、はい、バラが3つ、はい、これもね、ワンダーデコールさんです。一番新しい最近来たんですよ。これはワンちゃんですか？ワンちゃんですよね。なんかすごいスマートでしょ。イケワンでしょ。イケワンですね。そうそうそう、言わないとわからないからここにいるんです、うん、イケワン一番新しいの、ね、うん、何気ないね。ですね、こういうのもね、はい、これだから無地にデザインしたってことですね。はいはい、書かれてますね、はい、うん、素晴らしいですよね。溶け込みますよね、そうなんですね、緑の中にね、うん、そういうのってすごい難しいですよね。こういうのもね、はい、ウェルカムしゃべるもっとちゃんとぶら下げるとね、そうミニタイで下げるかなって。いや、可愛いんですよね。はい、豚さん。あ、豚さんもいますね。ワンダーでこいつなんですね。可愛らしいですね。可愛いですよ。下の小豚さんが可愛いです。あ、小豚ちゃんも。ね、はい。いてるな。はい。豚さん結構いるんですよ。あ、そうなんですか。ここにも豚さんいるんです。あ、豚が、こちらはもう、はい、ぐっすりと。なんか豚さんが好きなんですかってよく言われるんですけど。幸せを運ぶ豚さんらしいですお休みになられて、はいはい、うん、これ何ですか？これね、お迎えするにあたってちょっとここ寂しいかなと思って用意したんですけど、どうですか？いや、なんか一気に外国に飛んだ感じどうですか？読めないです、読めないですよ全然。木で作ってあるんですけど。木なんだよ。はい、木なんですね、おしゃれやな。おしゃれですか？ありがとうございます。合います？ここに。いや、めちゃくちゃ合ってますやん。あ、よかったです、うん、ちょっと奥にうっすら見えてるこれ天使ちゃん、はい、ねえ、ここにこのバラの、はい、かわいらしいね、はい、やっぱりなんかこう見えるか見えないかのところにこういうの置くところがまたね、でここ階段上がって、はい、正面に、はい、これもまあウェルカムに近いんかな。そうですね、ちょっとベンチにいろいろ置いてますけど、はいはい、ポーセラーツっていうんですけどね。あ、これはもともと食器やった。そうですね、はい、え、これどうやってどうなってるんですか？はい、でこれあの転写紙っていうそのあの専用のポーセラーツ専用のシールを貼って、で焼いてもらったんですよね。じゃあ何もないところにこれを、はい、そうです、白地ですね、真っ白なところに、あ、ロココ、そうです、書いてあります。そうですね、ジャルダ、私が作りました。え、これ作られたの先生がお友達なので。手作りなんや、はい、そうそうそう、先生のあの受けながら、はい、作りました。いや、まさにね、ウェルカムじゃないですか。ね、ね、ビアンビニューですか、ウェルカムですね、ね、ピアノの器ですか？そうですね、はい、うん、セメントで、で、あの、ある家にある多肉全部植えてこの中なんですけどね、多肉も可愛らしくてガーゴイルもいるんです、結構クシュッて、ね、はい、まあ、こういうね、はい、ガーゴイルとか、はい、マヨケ系のやつとかね、はい、これグリフォン、これグリフォンですね、グリフォンっていうらしいです、うん、めちゃめちゃイケメンじゃないですか。いや、これはでしょ、渋いでしょ、かっこよすぎでしょ、でしょ、でもなんかあんまりスルーされてるな、いつもあ、そうなんですね、ここにグリフォンいるんだけど、はい、スルーされてます。
でもここのなんかちょっとしたスモールスペースでもこの置物とちょっと下のリーフ系の間に混じってこういうモルタルですかね、お家とか蛇口とか、ここのなんか細かいところですよ、見てください、これ皆さん、このブランコめちゃくちゃサイズちっちゃいし、このなんか錆び具合、錆び具合、錆びました、めちゃくちゃいい感じになってますね。この器もそうじゃないですか。はい、そうですね、植木鉢ですよね、うん、はい、カンカンをこういうなんか世界観ね、はいはい、これまたね、あの、はい、ご主人が新しいの植え替えるかもわかんないですけどそう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 、汚いって言ってね、ね、いや、はい、やりそうですよね。いや、この世界観がね、はい、やっぱ大事ですね。可愛いのいっぱいありますね。可愛いですよね、うん、ここね、はい、奥入っていって、はい、この井戸のデザインしてるっていう、はい、そうですね、井戸ですね、はい、で、この、はい、この子たちね、はい、うん、ドラゴンちゃん、ドラゴンちゃんね、はいはい、うん、これね、なんか花びらが頭に乗ってます見上げてて花びらうち可愛らしい、可愛らしいですね、ワンシーンが、そうそう、母ちゃん、うん、花の穴でかいなって言ってるんです、下から見上げて2匹かと思いきや、はい、きちっと可愛いのがもう1匹、はい、ベビーが、ベビーちゃんがいる、ね、いるですよね、だからお母さんかな、お母さんにしてあるんで、お父さんじゃなくてお母さん、いや、一個一個見ていくと本当に多いんですよね、うん、そういう可愛いものが、可愛い系が、なんかこういう隅の方にもね、靴があったり、はい、靴の器があって、これも欲しかったんですよね、手に入れましたね、欲しかったんです、あとロココさん、はい、こちらのやつはこれもなんかいろいろありますけど、はいはいはい、プレゼントこれ何やろ、これ、ね、レンガですよね、レンガなんや、そうそうそう、レンガ、わざとレンガを割って作ってくれはったんですよ、めちゃくちゃかっこいい、彼女すごいセンスありますから、家に見立ててるんですか、ね、ですよね、ドアがあって、はい、なんかこういうただ置いてあるものでも本当によく観察するとすごいんですよね、すごいですよね、でブドウの葉にすごく合うでしょ、いや、そうですよ ね、はい、すごいわ、うん、はい、いや、この像面白いな、ね、はい、これも言ってください、これはロココさんが作りました、あ、これは作られたんですか、うん、旗だけ、旗だけこれはデコパージュです、もともと何が素材なんですか、木じゃないですか、木に、そうですよ、木です、あ、木ですね、そう、切れっぱしですよ、切れっぱし、本当や、ちょっと木の切れ端とかね、端材をこういう風に貼るだけでもきちっとこう飾りになる、デコデコパージュです、はい、こちらもじゃあちょっと進んでいきまして、はいはい、こちらは不燃物コーナー、はい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 、はい、ここがだからグラスをねそうそう、不燃物コーナー、うん、先日お客さん来られて、あ、これなら私も真似できますって言って、うん、家のあの、はい、玄関に並べて写真送ってくれました、作ったよう同じのって、これがだからまあちょっと庭にある花をこう切ってそうですね、生かして、はい、もうバラとクレマチス以外ないので、うん、こちらもね、そうですね、同じグラス系の、はい、ね、うん、でまたワンちゃんかな、あ、またワンちゃんいますね、はいはい、ちょっとこのお昼寝してる、そうですね、ワンちゃんもいいですね、はい、うん、でこのね、はい、フェンス、はい、外側のフェンス部分にもういっぱいかかってありますけど、はいはいはい、うん、イヤープレートですね、もうこれは毎年、はい、埼玉のお友達がお誕生日に送ってくれるんです、そうなん、ずーっとですよ、だから毎年、へー、これは2023年ですからね、へー、これワンダーレコードさんのやつで、はい、そう、イヤープレート毎年出るんです、うん、なんか年数書いてるっていうのもいいですね、そうそう、いいですよね、なんか溜まっていくとね、はいはい、埼玉の、はい、ユーミンさんなんですけどね、はい、ずっと毎年送ってくれるんですよ、お誕生日に、うん、でこっち側は、はい、これもあの前回紹介したミニベンチ、はい、あ、そうですね、はい、そうですね、はい、ちょっとこう鳥ですね、うん、鳥とカエルさん、これはどこのやつですか、ワンダーデコルです、あ、え、これもですか、はい、そうです、ワンダーデコルさん、この小さいの結構いますよ、なんか幅広いですね、ね、可愛いでしょ、うん、うん、いや、このなんか本当にこれ食パンなんですよ、え、何これ、食パン何ですか、これレタスです、これ下手くそ下手くそ、え、これはどこのやつですか、作ってあるんです、これ作ってあるんです、これは私作ったの、はいはい、もう、はい、みんなお友達と一緒に作って、そうですよ、ね、私が一番下手なんですよ、不器用だから、みんな上手、でも発想面白い、食パンにレタス
何とも言えない形が白とかまさにナチュラルな食パンっぽくていいんじゃないですか。ありがとうございます。そういう言い方もありがとうございます。うん、こうなんかロココさんの、はい、なんかイメージとか、はい、そのきっかけ、はい、こういうのに憧れてなんかそういうのってあったんですか。はい、ね、うちのやっぱり母がすごくバラが好きで、うん、小さい時からずっと家にバラがあったんですよ。うんうんうん、で首にタオル巻いて母が帽子かぶってで犬をコリケンだですけど犬を従えて庭でいつもバラさん。私はもう全くそれを覚えてないというかなんとなく で母がちょっと訪問入所しまして年がいきまして、うんうんうん、でその次の年から急になんか見たバラが欲しくなってバラ園で私もやってみようって。なるほど。きっとホッとしたんですよね。介護にちょっと疲れてたっていうのもあるのでそこからもうこのバラ街道を走ってしまいました。そういうきっかけがあって。そうです。だから潜在的に持ってたんですよ。 DNA でバラが好きっていうのは小さい時からずっと家にバラがありましたから。うん、でやっぱり首にタオル巻いて犬もおりますから。同じことしてます。結構いろいろ見てると楽しいです。本当に楽しいですよね。はい、そんなねいいバラがあるわけじゃないんですけど ねあのなんていうか元気なだけが取り柄ですよね。まあ、今回はね、はい、ちょっとそういったこう、はい、脇役といいますか、はい、ちょっとした置物、はい、こんなあるよっていうのに注目して紹介していただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。